大阪府内の大和川に架かる橋。何和の那橋五十線に選定されている。大和橋大阪府大阪市住の江区と堺市堺区にまた上がっている。大和川に架かる紀州街道の橋であり、江戸時代は、講義橋、明治から昭和前期には、国道の一部だったが、現在は、大阪市道、つもり安立線の一部である。 河橋地点はもともと地続きの奇襲街道筋に当たるが、県六十六年に大和川の付け替えが決定し、河地国式の郡柏原村付近から北へ向かっていた川筋が西へ向かうように付け替えられた。街道分断地点の河橋工事は川の改作工事と並行して行われ、最初の橋は、宝永元年9月26日に通水に、先立って開通した。奇襲街道は、 大阪と住吉大社、堺、岸和田、貝塚、和歌山方面を結ぶ重要な道路であり、当初から抗議橋として江戸幕府が直接管理した。しかし、下橋から14年後の洪水で橋が破損したとされるなど、幾度も破損、流出と修復を繰り返した。当時山戸橋を管理していた堺武教の引き継ぎ文書によると、原文元年、漢方元年、 延郷三年、関延三年、法暦六年、明和三年、安永五年、天明六年、寒政七年、文化二年と、およそ後から十年ごとに大修復工事が十回も行われている。講義郷であるため修復費用は、幕府の公金で賄うが、当時の幕府も財政が逼迫しており、修復工事で元橋が通行できない場合の仮橋や渡し船の、 区面は民間に受け負わせ、その名画金を工事費に充当したりしている。その後、文政年間になると山戸橋から北の橋までの奇襲、街道沿いが並松町として堺市街に組み込まれた。幕末には補修さえもままならない状態であったとされ、明治2年にようやく補修されたものの、抜本的な解決にはならず、大阪府と堺県は共同で掛け替え工事費用の 国費柔道を大倉省に陳情し、明治6年に掛け替え工事が実施された。この橋も木造であり、増水時に流出の危機に瀕している。大正5年になって、ようやく鉄橋化された。その後昭和14年と昭和34年に大規模な補修がされている。ありがとうございます。